離散数理工学の3回目なんですけども、前回ちょっと残したところがあるので、まずはその部分をやっていきます。で、その部分は何だったかというと、ユークリッドアルゴリズムの、計算量評価ですね。で、それをやっていきます。はい。で、ちょっと、復習からした方がいいかもしれませんけども、ですね。これですね、ユークリッドアルゴリズムっていうのは、2つ自然数があったときに、その最大公約数を求めるというアルゴリズムですけども、はい。で、まあ、A と B というのが与えられたときに、A と B の最大公約数を出力するということです。で、考える量っていうのは、ここで今 GN っていうのがあるんですけども、これ何だったかというと、この A と B を入力したときに実行される G の数、これは再起呼び出しの数ですけども、G ここでこの2行目で出力されてますね。だからこれはその GCD という関数を何回再起呼び出しするのかということに、を表す数なんですけども、B の方を n 以下であるというふうに制限しています。で、a は1以上。まあ何でもいいとですね。自然数だったら何でもいい。0以上、1以上の自然数だったら何でもいいと。で、b の方を n 以下にしたときに、この出力される g の数の最大値を gn としましょうというふうに言っていて、この gn がどういうふうに振る舞うのかってことを考えたいというふうに言ってました。で、これ、実際にまあ、プログラム書いて、動かしてみるとこんな感じになりますよというのをお見せしたもので、この一つ N の値を決めると、まあ、それに応じて、あれですね、どれだけその G という文字が出力されるのかっていう、値が決まります。で、GN って言ってるのは、そのある N を見たときの値、ではなくって、それまでのその値を見たときの最大値ですね。それが GM ですね。それが GL です。はい。だから、その GN っていうのは、まあ、ここに赤い線で書いてあるように、こう、単調に増加していきますっていうのが、この最大値を取っているっていうことからわかります。で、これ、古代 A と言ってるものです。これですね、古代 A ですね。その N は、GN っていうのは N に関して、狭い意味で単調増加するということです。はい。で、もう一個お題があって何だったかというと、A mod B、その A を B で割った時の余りっていうのは必ず2分の A 以下になります。というのですね。前回、直感はこの図でお示しして、まあ、証明は書いてあるので、まあ、読んでもらって演習問題としてやっていただければよいという形で紹介しました。それでですね、この二つを使って、この GN っていうのがどう振る舞うのかってことを考えていきます。でですね、GN っていうのが、あ、そうかそうか。で、その時に、まずその GN イコール、この出力される G の数となるような A と B を考えます。考えて何ってかっていうと、これその GN っていうのは、この最大値ですから、この実行で出力される G の最大値なんで、この最大値を取るような A と B の値ってこれ存在するわけです。で、それを考えましょう。そういう A と B 考えましょう。ということにします。で、そうすると、その定義から GN っていうのは、その AB に対する出力される G の数に等しいということになります。で、ここで場合分けの前に、ですね、アルゴリズムの流れを見ると、ちょっともう一度見ますね。流れを見ると、これですね。実行したら、まず必ず1は、1回は G を出力します。1回 G を出力します。で、まあ、B が0だったら、それでリターン A をしておしまいなんですけども、まあ、初めの B っていうのは1以上なので、これが起こることはありません。起こることはありません。ので、必ず else の方に行って、この再起呼び出しを行います。それは、B と A mod B を引数として、再起呼び出しを行うわけです。そうなるので、
この GN っていうのは一回その G を出力して、その後はこの GCD B、A モッド B の実行で出力される G の数になります。じゃあこの後ろの方ですね、これは何なのかってことを考えるために場合分けをします。で何かというと、まあ、2つあって、まずこの A モッド B が0の場合ですね、後ろの方が0の場合、まあ、そういうことあり得ます。でそうなったら、この GCD B、A モッド B の実行で、その先ほどの if 文の部分、if else の部分が if の方に行って実行終わります。だからその時は、G という文字を2回だけ出力して全体終わるわけです。よろしいですか？で、そうじゃない場合がもう少しややこしくて、あ、そうだ、書いてますね。そうじゃない場合は、もう少し、複雑なことを考えないといけないということになります。いいですか？それで、どうなるかというと、今これですね、この後ろの部分どうなるのかってことを知りたいわけですけども、まあ、もう一回は、その再記憶出しを行うので、もう一個、その G 文字出力します。で、if else の部分で else の方に行くので、この、引数の部分が変わるわけですけども、前の部分は、こうかな。前の部分は、先ほどの呼び出しの後ろの部分がそのまま来るわけです。ですね。で、後ろの部分はどうかっていうと、これは前モッド後ろですね。前モッド後ろですね。だから、B モッド、A モッド B になります。いいでしょうか。で、これで、この実行される、実行で出力される G の数を数えるということになります。で、ここから、この GN の定義とか、先ほどの古代 AB を使っていくということになります。先ほどの、古代 B から、古代 B は何だったかっていうと、A モッド B は、2分の A の小数点以下切り捨て以下、以下だというふうに言って、で、この、まあ、A と B が、この B と A モッド B で置き換わると、この注意と書かれている不等式が出てくるわけです。で、これをこの部分に使ってみましょうとすると、どうなるのかというと、この後ろの部分ですね。この B モッド、A モッド B というのは、ここに書いてある2分の B の小数点以下切り捨て以下だってことが、この注意からわかるので、その範囲を動く B プライムっていうのを全部考えて、その B プライムに関する最大値を取ってみましょうと。いうふうにすると、この最大値を取るための、この B プライムの範囲の中に、この B モッド、A モッド B っていうのが入ってるというのが、先ほど、この下の注意なので、その最大値の定義から、この不等号が得られます。いいですか？そうすると、この後ろの部分っていうのは、その G の定義の形をそのまま持ってきているので、これは2プラス G の正字の部分が2分の B の切り捨てになるわけです。いいでしょうか。これはその G の定義そのまま書き換えたわけですね。で、B と N の大きさを比べると、この GN を考えているときには、この B っていうのは N 以下なので、二分の B っていうのは二分の N 以下です。だからここではその古代 A を使うその単調性を使うことで G の二分の B が G の二分の N 以下だということがわかるので、この不等式が得られるという形になります。いいでしょうか。で、これで、不等式の形をした全化式が得られるということになります。どういうことかっていうと、今、二つの場合あったんですけども、どちらの場合でも、この、式が成り立つということが分かったということですね。まあ、ただし、N の範囲はあって、まあ、N は1以上じゃないといけない。まあ、N が0だったら、まあ、アルゴリズムどういうふうに実行するのかっていうことは、ややこしいですけども、まあ、N が1以上の場合ということは、ちょっと書いておかないといけないですね。よろしいでしょうか。
よろしいかってずっと聞いてますけども、質問ありますか？いいですか？で、まあこれでそのこういう不等式が得られたというのがわかります。まあ、n が0の時はその1回だけ最強日だし、してすぐに if 分の方に行くので、gn がイコール1です。で、そうじゃなかったら先ほどの不等式が得られるということですね。で、ここからどう進めるのかってことは、まあここ次回書いてますけども、これ前回のスライドなので今日はやるということになります。いいでしょうか。ここまでが前回の残った部分の話になります。いいですか。終わりますよ。コメントスクリーン今日も使えますので、質問とかコメントがあったらよろしくお願いします。はい、ではこれで前回の部分はおしまいで、じゃあ今日の話を進めていきます。で、今日の話は、その前回、全化式をどうやって作るのかっていう話をしたので、それをどのように解くのか、あるいはまあ処理していくのかっていうことを話していきます。で、まあこれ基礎編になるんですけども、まあ次回が、まあ基礎ではないという話になるわけではないんですけども、どちらも基礎なんですけども、まあ一応、今日は割とその初等的な話というか、はい、なります。で、まあ次回は、発展という形に、しようと思っています。まあ、発展といっても基礎的なんですけども、今日やることに比べれば発展的になります。はい。で、今日は、まあ、前回作った全化式を解くというか、まあ、処理していくということをやります。で、まあ、そこまでが、まあ、今日の本題で、その2番目のところがあるんですけども、これは、まあ、どちらかというと、次回の予習のような感じです。まあ、この1番だけでやると、1番だけだと多分今日時間が余るので、2番もあります。ただですね、ちょっと前回余った部分を今日やったので、もしかしたら2番に行かないかもしれないです。だからまあその場合は2番の部分また次回やることになります。まあ、そういったようにやっていきますね。で、まず前回作った初めの方の全化式解いていくということをやります。初めに、作った全化式これでした。この AN という値が、なんか、large AN っていうグラフの完全マッチングの総数だったっていう話があったんですけども、まあその話ちょっと忘れてもらっても構わなくって、そこからここに書かれているような全化式が得られるというのが、前回やったことです。で、今日はこれを解いてみるってことになります。解いてみるって何かっていうと、どういうことかっていうと、この AN の一般項を、閉じた形で、与えるということです。まあ、閉じた形っていう言い方は、割と数学的な言い方で、まあ、これだけ聞いても何だかわかんないんですけども、私もこれどう説明したらいいのかわかんないんですけども、まあ、つまりその AN イコール何とかっていう、その N の式で表すってことですね。まあ、それを閉じた形で与えると。いうふうに言います。ここでは言ってます。で、それを実際にやっていきます。で、まあ、手順を一応お見せするんですけども、まあ、こんな感じであります。で、まず第一ステップ。この AN っていうのをラムダの N 乗で置き換えた式を考えます。まあ、ラムダは何だかわかんないんですけども、今、ラムダはちょっとここで変数だと思ってると。ください。変数だと思ってるとしてください。でそれで、実際に置き換えると、ちょっと戻りますけども、この下の式ですね。この AN イコール AN マイナス1プラス AN マイナス2ですね。で、この AN をラムダの N 乗で置き換えるんだったら、A の N-1 っていうのはラムダの N-1 乗に置き換わります。で、AN-2 っていうのはラムダの N-2 乗に置き換わります。で、まあ、置き換えただけなので、イコールもそのままイコールになるということですね。で、そうすると、まあ、ここでそのなんか、ラムダの N 字式のようなものが出てきているような気がするんですけども、これまあ、両辺ラムダの N 乗で割ってあげると、ラムダの2乗プラス、イコールラムダプラス1という式が出てきて、これはラムダに関する二次方程式になります。ラムダに関する。だからこれまあ、解けるわけですね。ラムダに関して。
で、ま、あの、このようなラムダに関する方程式のことを、もともとの全化式の特性方程式と言ったりすることがありますけども、まあ、言葉はどうでもいいです。ということを解きます。で、それが第2ステップですね。解きます。で、これ二次方程式ですから、二つ解が出てくるわけです。まあ、こんな感じですね。二分の一プラスマイナスルート5ってことですね。で、まあ、この二つの解に名前つけましょう。まあ、小さな方をラムダ1、大きな方をラムダ2とします。ここまでいいですか？で、まあですね、ちょっと、まあ、こんなこと言う必要があるかどうかわかんないんですけども、まあ、今後その ラムダ1とかラムダ2を使って、まあ、計算していくんですね。で、計算していくときに、そのなんかラムダ1とかラムダ2の式が出てきて、その中にこの2分の1マイナスルート5とか、2分の1プラスルート5っていうのを代入して計算していくっていうのは割と大変なんですね。で、大変なんで、こういう関係を使うといいと思います。これ私が高校生の頃はこれ解と係数の関係って言ってたんですけど、皆さんこういうの聞いたことあります？あんましない？ありそうですね。まあ、知らなかったらどう思えばいいかっていうと、この二次方程式あるわけですけども、これはその解くと、解くとというかその解がラムダ1、ラムダ2なので、これはその因数分解すると、ラムダマイナスラムダ1、ラムダマイナスラムダ2イコール0と、まあ、かけるはずなわけです。で、これ展開すると、ラムダマイナスラムダ1プラスラムダ2、ラムダプラスラムダ1、ラムダ2イコール0となりますから、ああ、2乗がないですね。2乗。となりますから、この、ちょっと色変えて、ああ、レーザーポインターではない。すいません。このですね、このラムダ1プラスラムダ2っていうのが、マイナスラムダ1プラスラムダ2っていうのが、このマイナス1と等しくって、ラムダ1、ラムダ2っていうのがマイナス1と等しいということがまあわかるわけですね。ということから、この集が出てきます。ですから、そうすると、そのなんかラムダ1とラムダ2っていうのが、まあこんな形してるんですけども、これを代入するんじゃなくて、その出てきている形がラムダ1プラスラムダ2とか出てくる。という形で出ていったり、ラムダ1、ラムダ2って形で出ていたりした場合には、このルート5とかってこういうものを使う必要ないので、割と計算が簡単になります。はい。で、まあ、それはちょっと押さえておいて進んでいくと、で、今何がこうやったかというと、特性方程式を解いて、ラムダ1、ラムダ2っていうのを作ったっていうところまでです。で、ここで、この元々の全化式見てみましょう。で、そうすると、今やったことで何が分かったかっていうと、今はこの一番下のですね、この N が3乗のところの式だけを見たわけですね。で、そうすると、AN を、またちょっと言おうか。AN をラムダの N 乗と置いたら、その2つ解が出てきて、この AN がラムダ1の N 乗であるとか、AN がラムダ2の N 乗であるっていうのが、この全化式の解、だから、まあ、一般項であるように、見えるわけですね。ただし、A1 イコール1とか A2 イコール2であることを忘れればです。で、もちろんこれ忘れられないので、これちゃんと処理していく必要があるんですけども、これ忘れると、この2つは解であるということがわかります。で、一方で、この時に、これですね、この線形結合も、この全化式の解です。線形結合ってのはこの2つの解に、なんか係数、この場合 C1 ですね。C1 と、C2 をつけて足し合わせたもの。まあ、こういうものを線形結合と呼んだってことは、皆さん線形代数学で学んでると思うんですけども、まあ、これも、この全化式の解です。このこれですね、この前提のもとで、この A1 イコール A1 と A2 イコール2であるってことを忘れれば、この線形結合も解です。なんでかっていうと、ただ単に、この N が3以上の時の関係式に、この線形結合を代入してあげると、成り立つからです。成り立つね、この統合が成り立つからです。実際に、まあ、AN を、誤差辺の方ですね。このように線形結合として置くと、右辺の方は、その式における N を
N-1 とか N-2 に変えたものの、まあ、割になるわけです。で、これ、式変形していくと、確かに AL に等しいっていう結論が得られるわけです。これ AL に等しいですね。だから、この線形結合も、この A1 と A2 が何であるかっていうことを忘れれば、この全角式の解になります。ということがわかります。いいですか？ということなので、何かっていうと、今は、この忘れれば、これ解だっていうふうに、線形結合も解だって言ったんだけども、本当はこれ忘れられないので、それを思い出すと、この C1 と C2 が定まるという仕組みになっています。だから今からやるのは、こう線形結合を作って、この C1 と C2 が何であるのかってことを、A1 と A2 の値から定めるということをします。いいでしょうか。で、それは、この C1 と C2 っていうのを決めるための連立方程式を解けばよいということになります。どういうことかというと、今言ったように、こう線形結合を作りまして、A1 とが1、で、A2 は2なので、これ A1 ですね。A1 は、その先ほどのこの線形結合における N を1としたものになります。で、A2 は2なんですけども、それはこの線形結合における N を2としたものになると。これですね。だからこれラムダ1の2乗とか、ラムダ2の2乗っていうのが出てきます。でしょうか。で、ここから、これはその、C1、C2 に関する連立方程式なので、これ、まあ、解けばいいわけです。で、まあ、解くのは皆さんできると。まあ、いろんな方法でできる。ので、まあ、やってほしいというわけですね。で、二つ、やり方はもしかしたら、二つというか、まあ、計算上のテクニックとして二つやり方があるかもしれなくて、一つは、このラムダ1とかラムダ2って値、先ほども分かっているので、それを先に代入して計算する。計算するか、連立方程式解く。って方法もありますし、今これは、まあ、文字になっているので、文字のまま進めていって、最終的にラムダ1とラムダ2が何だったかってことを思い出して処理する。って方法があって、多分文字のまま進めていった方が簡単です。で、それをやってみましょう。で、まあ、解くとこんな感じになると。まあ、これはできると。ということですね。これ文字のまま進めました。これは、まあ、皆さん手でやっていただくか、別に、あれです。コンピューターとか、アプリとかでやってもらっても構わないです。私は、コンピューター使ってやってもらうことは、大賛成なので、別に、手でやることが重要ではないので、解いてください。いろんな方、どんな方法でもいいです。解いてください。まあ、自分の手でやれるっていうのは、ちょっとした技能ではあるけども、まあ、それが重要ではありません。ここでは。解けるということが重要です。で、先ほどのそのラムダ1とラムダ2の値あったので、それをまあ代入してあげれば、これ決まります。まあ、整理する。C1 の方は10分の5マイナスするところになって、C2 の方は10分の5プラスするところになります。まあ、これ計算してもらえばできるという感じになります。で、そうすると C1 と C2 決まったので、これは、先ほどのこれラムダ1ですね。ラムダ1。ここラムダ2ですね。これ C1、C2。って形で、実際その決まった値を代入してあげると、AN がこれになるってことが、これになるっていうのは、ですね。なるってことがわかります。という形で、これが、その、閉じた形です。よろしいでしょうか？いいですか？まあ、今これはすんなりでやってますけども、まあ、こういうことを皆さんできるようになってほしいというわけです。で、一つ重要なのは、この考え方の背後に線形代数があるってことです。で、別の方法を用いてこれ解くってことをちょっとやってみます。で、これはあんまりちょっと時間かけず3分ぐらいでやりますけど、どうするかっていうと、今、まあ、先ほど言った通り、なんかその線形代数が背後にあると言ったので、これをもう少しその線形代数っぽく書いてみようと思います。つまりですね、行列を使って書いてみます。そうすると、こんな感じで書き換えられます。これが第一ステップです。行列を使って書き換える。で、どう書き換えているのかっていうと、これですね、AN、AN-1 っていうベクトルを作ります。ベクトルというか、これ、まあ、二次元ベクトルですね。を作ります。そうすると、N が2の場合、N が2の場合、ちょっと、参加こうかな。AN、AN-1 というベクトル
ルを考える。そうすると、N が2の場合に上の式が出てきます。何かっていうと、そのベクトル自体は A2、A1 というベクトルなんですけども、A1 と A2 の値は上でこれ決まってますから、そのベクトルが何であるのかってことは、この初めの式に書かれているように決まります。決まりますね。で、そうすると、上の式が出てきますけども、下の方は何かっていうと、これは、この一番下の式ですね。一番下の式に対応するもので何かというと、これはですね、実際に、これベクトルを使わずに書いてみると、上の方は、AN、上の方っていうのは、第一成分は、その行列の計算をすると、AN イコール AN-1 プラス AN-2 っていう、この、上の式が、上の式とか、上とか下しか言ってないですね。N が3以上の時に成り立つ式が出てきます。そのまんま。で、この、ベクトルの等式の第二成分の方を見てみると、これは、左辺は an-1 で、右辺は何かっていうと、これは an-1 と思うんですね。ですね。10と an-1、an-2 の内積ですから、こうなります。で、これは、まあ、当然成り立つ等式なわけです。で、まあ、この当然成り立つ等式が第二成分に現れているということになりますね。で、これによって、この二つの式で上に書かれている、前化式が、と同じものが、表現できているということになります。いいでしょうか。で、これは、まあ、ただ書き換えただけだから、何もその恩恵がないような、恩恵っていうか、つまりこれによって何か嬉しいことがあるのかと言われると、まだわかんないんですけども、次のページのように考えると嬉しいことがわかります。何かというと、今ですね、そうか、ちょっと戻りますね。今、このベクトルのことを、xn と書くことにしましょう。xn と書くことです。そうすると、今、ここの、この下に書いた、前化式っていうのは、どのように書けるかっていうと、これは、x2 イコール、21であって、xn イコール1110という行列かける xn-1 っていうベクトル。ただし、n は3以上に。で、まあ、こういう形でかけるわけです。でそうすると、これは、ベクトル xn に関する前化式であるというふうに見えるわけです。いいですか。でそうだと思って考えると、これ一般論としてこれ書いてますけども、まあ、x1 っていう、その初めのベクトルが c というベクトルであって、xn というベクトルは何か行列 a を使って a かける xn-1 とかけるとしましょう。先ほどの、まあ、これ前のスライドの、この右下に書いたこの状況ですね。まあ、それ以上ちょっとずれてますけども、この状況です。と同じだと思ってください。でそうすると、xn は、a の xn-1 乗であるので、で、xn-1 っていうのは、a かける xn-2 になります。そうするとですね、この2つから何が言えるかっていうと、xn は a の2乗 xn-2 というふうに書けるわけです。a っていうのは、今これ正方行列。先ほどの例もそうですけど、正方行列なので、a の2乗っていうのをちゃんと定義できます。で、これ同じように進めていくと、xn っていうのは、a の n-1 乗 x1 と書けるってことがわかります。いいですか？それが今ここに書いてあることですね。で、x1 っていうのは c というベクトルだったから、これは a の n-1 乗かける c というふうになるわけです。c っていうのは先ほどの例だと、2、1っていうベクトルですね。になってるわけです。でそうすると何が嬉しいかっていうと、この行列 A の n-1 乗っていうのは計算できると、この、xn が何だかってことが行列算でわかります。だからあとは、この行列の累乗っていうのが何なのかってことがわかれば良いということになります。で、この行列の累乗を計算する方法っていうのはいろいろあって、こういうのは線形代数学でやってると思うんですけども、やってなかったら、この後のスライドを何枚か見て、ちょっと勉強してもらうということになります。で、まあ、いろんな方法があって、それで、まあ、計算してもらえば良いと
ことになります。で、それによって、この XM が何だかってことが分かります。っていうのが、もう一つの方法です。よろしいでしょうか。で、まあ実際それをやってるのが、この後に続くページで、まあここではその固有値と固有ベクトルを使った計算方法を、やってますけども、別にその方法でやる必要はないです。が、何かしらの形で、この A の N 乗っていうのが分かれば、そこから、まあ頑張って計算することで、AM というのが見つかります。っていうのが流れです。まあ、この流れに沿って、このスライド書いてありますので、まあ、自分で見ていただいて、どういう方法でできるのかっていうことは確認していただくか、まあ、これ見なくても、この行列の類乗を計算する方法、いくつか知ってるって方は、それを使ってやってみてください。という形になります。で、これがその前回、初めに定義した AN という、数列の一般項になります。じゃあ休憩をですね、2分ぐらいして、もう一つ、前回は、前回式を紹介していたので、これに対してどう取り組むのかってことを休憩の後で話したいと思います。では、ちょっと2分間のタイマーを出して、じゃあ2分間休憩します。はい、それでは休憩をやめまして、終わりにしまして、ですね、前回二つ目に紹介した話ですね、この三段の更新における完全グラフの総数がどうなるかって話をしたときに、BN という値と CN って値を使って、まあ、前化式を作りました。で、これ解いてみるってことをやってみたいと思います。で、これはちょっとですね、ややこしいんですよね。この N が奇数の時は0で、そうじゃなかったら何とかとかいう感じになってるんで、だから奇数の時は N が奇数の時も0なので、その場合ちょっともう忘れるように、まあ、ちょっと書き換えてみたいと思います。つまり、これですね。B の 2K ってその添え字が偶数になるところだけ取ってきて、それを XK という形で書きましょうというふうにします。いいですか？で、C の方は奇数の時しか値が出てこないので、この数字が奇数のところだけ取ってきて、C2K-1 を YK と書くというふうにしましょう。で、そうすると、前の、これですね。ところは、どうなるかっていうと、BN イコール BN-2 プラス 2CN-1 って式があったんですけども、これを K を使って書き換えると、B2K イコール B2K-2 プラス、2C2K-1 という形になる
わけですね。で、今からやりたいのはですね、ちょっとこの C を消したいんですよ。C 邪魔なので。で、そう思ったらどうするかっていうと、その、C の方の全化式どうだったかっていうと、戻りますとね。C の方は CN イコール BN-1 プラス CN-2 だったので、これもまたそう K を使って書くと、で、2倍すると C2K-1 イコール 2B2K-2 プラス 2C2K-3 になります。ですか。2K-1 から数字が1個減ったものと2個減ったものが書かれるとですね。で、そうすると、今この上の2つの式見ると、左辺に 2C2K-1 があって、右辺にここに 2C2K-1 があるので、この2つの式を足すと、これ消えます。消えた、相殺されます。相殺。書いておこうかな。相殺されます。キャンセルされます。で、まあ、足すと、この消したかった 2C2K マイナス1が消えるんだけども、新たに 2C2K マイナス3が出てきてしまいます。例えば、じゃあこれを消すために、下に、その全化式から、左辺が 2C2K マイナス3になるような式を作っていきます。でそうすると、これまたこう足すと、C2K マイナス3が相殺されます。ってことをずっと続けてきます。で、これを消してきますね。なんか。で、そうすると最終的に、この 2C3 イコール 2B2 プラス 2C1 っていうのが残ります。出てきます。で、これもまたこう足すと、2C3 これ消えるんですけども、最終的に 2C1 は残っちゃいます。だけども C1 が何だかってことはもうすでに分かってるわけです。分かってるっていうのは、戻ってみると C1 は、これですね。1だと。あ、書いちゃった。ますから、これはもう消す必要なくて、その値をそのまま代入してあげればいいわけですね。これはだから、2C2 はこれ2です。2です。で、そうすると、この足し算によって、足し合わせると、あ、また、書いちゃった。足し合わせると何が出るかっていうと、左辺は B2K だけです。B2K だけ。で、右辺の方は、B2K-2 と2倍の、なんたらかんたら。が出てきます。これ書いたのはここですね。で、最後に 2C1。で、こういう式が出てきます。で、そうすると、まあ、2C1 は2なので、これによって、その B だけの式っていうのが作れるわけです。こうすると、解けるかなって気になってくる。ただし、ここになんか和があって、この和もちょっとなんか処理してあげないと、ただ、どうやって解くのかなって気になりますよね。で、これは、和の処理を今からしましょう。ここまでいいですか？で、じゃあこの和の処理をどうするかっていうと、今分かったのは、k が2以上の時には、あ、そうかそうか。で、すいませんね。これ、b2k とか 2k-2 って、この出てきている b の素位じゃ全部偶数なので、上の書き換えをしてあげると、b2k は、これ xk ですね。xk になりますね。で、その隣のもの、これは、xk-1 かな。こんな感じになります。ということで、k が2以上の時には、そんな感じで x を使って、これ書き換えられます。で、書き換えたのはこれです。ですか。で、今からやりたいのは、この和の処理なんですけども、どうするかっていうと、一つ素位じずらしましょう。で、そうすると、今、xk を今、xk-1 にしたんですけども、k を k-1 にした、上の式の k を k-1 にずらした式を下に書きました。ですか？そうすると、上の式は k が2以上のところで成り立っていたので、下の式は k が3以上の時に成り立つことになります。いいですか？今から重要な注意を言いますけど、このですね、どの範囲でこういう式が成り立っているのかってことを追うというのはかなり重要です。で、これを怠ると間違えます。簡単に。簡単に間違えます。ので、どの範囲でこういう式が成り立つのかってことをしっかりと追うようにしてください。で、今から何をするかっていうと、この二つの式はちゃんとここに書かれている範囲で
成り立つんですけども、上の式から下の式を引きます。そうすると、なんか式が出てくるんだけども、それはいつ成り立つのかっていうと、この2つの範囲で成り立っている式を引くので、その2つの範囲の共通部分でこの引いた式が成り立ちます。だからその共通部分ってこの K が3以上の時です。その時ここに書かれている式が得られます。でこれどういうふうに得られるかっていうと、左辺の方を見るとそれは上から下に引くので XK-XK-1 というのがそのまま出てきます。で、右辺の方はどうかというと、勝ち目の部分ですね。XK-1 と XK-2 の部分を引いたのが、ここですね。XK-1-XK-2 です。そのままできます。一番後ろにプラス2っていうのがあるんですけども、これ引いたらこれ0になりますから、それは消えてます。その式では。で、問題は、この和の部分なんですけども、和の部分を見ると、上の方は範囲が K-1 まで。で、下の方は範囲が K-2 までですから、i が K-1 の部分だけが引いたら残ります。で、それが 2×XK-1 になります。いいですか？だから、この式が成り立ちます。ということになります。これ整理すると、下のような式で得られます。XK=4XK-1-XK-2 です。いいですか？で、この式は、K が3以上の時に成り立ちます。いいでしょうか。そうすると、この XK に対して、K が3以上の時に成り立つ式、なんか全化式があって、あと K が1の場合、2の場合が何なのかってことが分かれば、この全化式、先ほどの方法を使えばこれ解けるわけです。あと分かりたいのは、X1 は何でしょうってことと、X2 は何でしょうってことです。いいですか？そうすると、このそのまま書いちゃったらな。ちょっと待ってね。X1 は、X1 はさっきの言い方で言うと、これ B2 なんですよね。B2。で、B2 はさっき、何だったかって、何と書いたかってことを思い出すと、ここですね。B2 は、ここですね。3でした。3でした。から、また、先に進みますと、だからこれは3であると。だから X1 は3であるってしまう。で、じゃあ、同じように、じゃあ、X2 を考えると、これは、B4 なんですけども、B4 は何なのかってことは、ちょっとこれは、真面目に、先ほどの全化式を使って計算する必要があります。で、そうすると、これは11だってことが分かります。で、これは、やんないといけないです。が、11っていうのは、こういうふうに、計算しておく必要があります。で、そうすると、この全化式ですね。XK の満たす全化式っていうのが、完全な形で得られます。で、そうすると、これ先ほどのその AN の時の全化式と同じ形しているので、同じ方法で、閉じた形が得られます。それは、演習問題としてやっていただくと、こういう式出てくるということがわかります。まあ、慣れてくれれば、やり方は割とルーチンなので、そのようにやっていただきたいんですけども、出てきます。なんかどちらかというと、先ほどのその初めのですね、この BN と CL のこの式から、解ける形にどのようにしていくのかってことが、ちょっと、テクニック的な部分になるかもしれないです。いいでしょうか。で、同じような形でやると、その C の方ですね、も計算できます。それはですね、まあ、これ演習問題なんですけども、今、求まったのは XK なので、XK の話を B の方に戻すと、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、一般語をかけるっていうふうになります。だから XK が B2K だったってことを思い出すと、こういうふうに書き換えられます。そうすると、ちょっと二重混合でできますけども、二重混合ですね。はい、これは正しい形になります。なんかこれ見るとですね、ちょっとなんか不思議な感じがするんですよね。こんななんか二重混合のついているこんな式があるんですけども、これ実際にこれ計算すると、じゃあこの式に、偶数の n 入れてあげると、これちゃんと自然数になるというわけですよね。なんかパッと見てわかんないですけども、
まあ、そういうことが、その、BN がどういうところから出てきたかってことを思い出すと分かると、そういうことになりますね。はい。で、ここまでは、その、前科式があったら、それを、ちゃんと解いて、その閉じた形っていうのを導くってことをやったんですけども、応用上ですね、そういうその閉じた形が必要な場合もあれば、閉じた形が必要じゃなくて、大体どんなものなのかってことが分かれば十分であったり、その数列のですね、上階が分かれば十分である場合っていうのがあります。で、そういう時には、今みたいに割と複雑なことをやんなくても、もっと簡単に、この上階が導けたりする場合があります。ので、そういうことをどのようにできるのかってことをちょっと話したいと思います。で、そういうことをやりたい場面として頻繁に出てくるのは、アルゴリズムの解析をする場合です。で、前回ですね、このアルゴリズム A っていうのがあって、このアルゴリズム A っていうのを実行したときに、A という文字が何回出力されるのか、この2行目が何回実行されるのかってことを数えるっていう話をしました。で、その数のことを FN と、書くとしたら、ここに書いてあるような前科式を満たすということを言ったわけです。まあ、これは前回やりました。で、アルゴリズムの解析において、だいたい欲しいのは、上階なので、いわゆるそのオーダー記号とか言えますよね。O 記号。これはですね、そのオーダーの上階を、表す記法であって、そのオーダーがですね、きっちり何であるのかってことを教えてくれるわけではまあないんですね。だから、そのまあ上階を知りたいっていうのは、よくそのアルゴリズムの解析で行われることなわけです。で、この場合は、この場合って、このアルゴリズム A の場合は、前回、イコールの形で、前回式求めたので、このアルゴリズムのオーダーっていうのが正確にわかります。上階じゃなくて正確にわかります。けども、ここでは、まあ、練習のために、この上階を求めるっていうことをやってみようと思います。で、どうするのか。まあ、まずですね、いわゆるこの、前科式が既成字なので、この定数項があるような前科式で、そういうのをちょっと扱いにくいので、まず定数項を省きます。取り除きます。で、そのために、先ほどのその n が3以上の時に成り立つ式の両辺に1足します。足しました。n の3以上ですよね。ちょっと確認しますけども。確認しよう。n3 以上ですね。n3 以上の時に成り立つ式に対して、両辺に1を足します。でそうすると、この1足した部分でこう振ってあげると、その定数項を取り除いた式が得られるようになります。これ次のページに行くと、この回答もこれ消えるんですけども、行くと、こうですね。あ、こうですね。このように まとめられるという形になります。だから、このまとめたものを一つの項になるような数列を考えます。でその数列のことを FN プライム書くことにしましょう。やっぱり FN プラス1を FN プライムと書きます。ここでどうでもいい。けど重要なことを言うと、今私はですね、この記号のことを、FN プライムと呼びました。で、なぜかですね、日本語なのか、日本人なのか、わかんないんですけども、これをですね、FN ダッシュと呼ぶことが、多いんですけども、これは和製英語であるか、もしくは間違ってます。どちらかです。で何が言いたいかというと、これはですね、通じないです。英語として通じないです。ダッシュという言い方は。ダッシュっていう記号はですね、こういうその線のことなんですね。横長い線の、横長の線のこと、これ長すぎますけども、横長の線のことをダッシュっていうんで、このですね、点を打ってるもの、これをダッシュと呼ぶことは英語ではないと思うんですよ。で、これは、まあ、普通英語ではプライムと呼びますし、ラテン派で書くときにも、これプライムと書きます。どう書くかっていうと、だからその F、あ、F、ちょっとこれはあれだな。だから F、N、
プライムとかね。まあ、実はアポストロフィーでも代用できるんですけども、でもその、これをちゃんと綴るとかでプライムになります。ただこれまあ、プライムなんですけども、だからなんでダッシュと読むのかってことが、私は知らないんですけども、だから、まあ、ダッシュは和製英語、これだから和製英語であるか、あるいは間違ってる、あるいは、こんな風に英語で言っても通じないってことですね。ことなので、まあ、それは注意しておきます。まあ、どうでもいい注意ですね。本質とは関係ない注意ですね。で、その FN ダッシュじゃなくて FN プライムと書いたものを FN プラス1と置くと、上の式はこう書き換えられます。ですね。N が30の時には、FN プライムは FN プライム、FN マイナス1プライムプラス FN マイナス2プライムになって、で、N が2かの時には2になると。先ほど、FN は1だったので、FN プライムは2になります。そうすると、まあ、この、前化式は先ほどやったその AN の場合と同じように解けるんですけども、解けると閉じた形に導けるんですけども、ここではそうしないで、上階を求めるってことをしていると思います。で、わかるのは何かっていうと、FN プライムと FN プラス1は1だけしか変わらないので、この2つのもののオーダーは同じです。だから FN プライムのオーダーがわかれば、FN のオーダーもわかるということになります。で、それを今からやっていきます。で、そのためには、まあ、先ほどの話と同じように、まず特性方程式を解きます。これですね、その FN プラス、じゃなかった、FN プライムをラムダの N 乗に置き換えた式を考えたら、こういう、ラムダに関する方程式ができまして、これまたラムダの N-2 乗で全体割ると、割ったの書いてないですね。ラムダの2乗イコールラムダプラス1が出ます。これさっきの AN の場合と同じですね、特性方程式は。で、何をするかっていうと、で、これ解くんですけども、解くと、正の解が1個しかないということがわかります。実はですね、正の解を1個しか持たないってことは、いろんなことからわかって、デカルトの符号取得と呼ばれる一般的な法則もあるんですけども、まあこれ使わなくても、まあ実際解いてあげれば、1個しか正の解がないと分かるので、まあその解を持ってきます。まあその解をラムダとしましょう。というふうにします。で、今から結論言いますね。このラムダが分かると、何が分かるかっていうと、FN プライムのオーダーはラムダの入場です。以下になります。これがまあ一般則ですね。なんでかっていうと、今ですね、この話してると終わんなくなっちゃうから、これはやめようかな。これが一般則です。で、まあ、一般的な話をここでしないので、いけないんですけども、じゃあなんでこうなのかってことを今から証明していきます。あ、なんで、一般則じゃなくって、じゃあこの場合ですね、この、前化式の場合に、実際にこのラムダの N 乗のオーダーなんだってことを数学的機能法を使って証明していきます。で、どう証明するかっていうと、じゃあ今からこの不等式を証明するってことをやっていきます。何かっていうと、先ほどのラムダを使って、FN プライムっていうのは 2× ラムダ N 乗以下に必ずなるってことを数学的機能法を使って証明していきます。で、2っていうのはどこから出てきたのかってことは、ちょっとここでは不明なんだけども、これは、うまくこの2っていうのを探してあげることが、この証明では重要です。どちらかというと、この証明がうまく成り立つように、2というのを後付けで付けてます。で、そうするとうまくいくという感じで、この2っていうのは見つかってます。書いておこうか。じゃあ2っていうのは、証明、の流れを考えてから、後付けで定めた。だから今これ2って書いてますけども、もちろんこれ不等式だから、これ2じゃなくても、これ3であっても、10であっても、360万とかでも、この不等式これ成り立つわけです。だから別に、定数だったら何でもいいんですね。今、オーダーしか考えてないので。だけども、その、何か、
定数を見つけるってことは重要です。で、私は2にしました。で、実際に、不等式、この不等式に出すことを数学的機能法を使って証明していきます。で、n が1以上の場合を考えてますから、まず n が1の場合から証明すると、その場合は、まあ、f1 プライムと2の 2× ラムダの1乗点が何なのかってことを計算すれば正しいとわかります。で、進めていくと、あ、もう一回やらないといけないですね。n が2の場合もやると同じように正しいとわかります。で、やりたいことは何かっていうと、k 以上の自然数に対して、fk プライムと fk-1 プライムに対して、不等式で成り立っていると仮定して、k プラス1の時に成り立つことを示していきます。で、これはどうするかっていうと、この全化式に書かれている、関係を使って、あとは不等式で機能法の仮定ですね。を使って、まあ、整理してあげると、このラムダプラス1っていうのがラムダの2乗と等しいってことが、ラムダが特性方程式の解であったということからわかるので、最終的に、2× ラムダの k プラス1乗が出てきて、証明をおしまいという形になります。よろしいでしょうか。ということで、最終的に、fn っていうのは、オーダー、ラムダの n 乗。今、ラムダは2分の1プラスルートがあったので、fn は、2分の1プラスルートの n 乗のオーダーであるということが分かるということになります。いいですか？で、やっぱりちょっと一般的な法則について、ちょっと言いますね。先ほどのですね、これですね。この特性方程式に解くところがあったわけです。で、ちょっとここを、真面目に振り返ってみると、本来は、ここで、二つ解が出てくるわけです。これ解くと。ラムダ2乗イコールラムダプラス1。で、解くと、まあ、さっきの書き方すると、ラムダ1が、2分の1マイナスルート5で、ラムダ2が、2分の1プラスルート5だったわけですね。で、このことから、その、F1 プライムと F2 プライムが何であるか忘れると、Fn プライムっていうのは、なんかその係数を使って、C1 と、C2 を使って、こうかけると、C1 ラムダ1の n 乗プラス C2 ラムダ2の n 乗とかけるというふうに、やったのは、初めの、その厳密に閉じた形を導くところでやったことですね。で、そうする、で、その先ほどはその C1 と C2 を定めるために、この N が2以下の場合が何だったかっていうことを使っていたわけです。しかしですね、オーダーを定めるという観点に立つと、この C1 と C2 はこれ何でもいいんです。C1 と C2 が、これ定数なので、この C1、C2 が3とか4とか5とか6とか100万とか何であっても、この Fn プライムのオーダーこれ変わんないんですね。じゃあ、この Fn プライムオーダーは何で決まるかっていうと、ラムダ1の n 乗とラムダ2の n 乗の大きい方です。でそうすると、その大きい方どっちかっていうと、今これラムダ2の方が大きいですから、それを考えると、このオーダーはラムダ2の n 乗だということがすぐわかります。っていうのが、そのさっきちょっと言い淀んだ一般的な法則です。なんか時間ありそうだったので今言っちゃったんですけど。いいですか？で、これを丁寧にやったのが先ほどの機能法です。だから、一般則としては、こういうその特性方程式があったら、それの一番大きな、まあ、正の解ですね。を持ってくることによって、このオーダーがわかります。で、そうすると、いろんなことに、まあ、これ気づくわけですね。今、これ、二次方程式を解いて、一番大きな正の解を持ってくるっていうふうに言ったんだけども、一番大きな、この、二次方程式において、一番大きな解っていうのが正である必然性はないわけですね。二つの解がどちらも負かもしれない。
で、もっと言っちゃうと、二つの解どちらも複素数かもしれないですよね。二次方程式持ってきて解いたら。しかし、ここら辺がややこしいところなんだけども、このようにですね、アルゴリズムの解析から出てくるような全化式でそういうことは起こりにくいです。ほぼ起こらないです。で、そのほぼ起こらないってことを、ほぼ起こらなくて、その特殊な形をした、全化式から得られる特性方程式で必ず正の解が一つだけ出てくるっていうことを言うために、このデカルトの符号規則っていうのを使うことがあります。で、ここでは、そういうちょっと一般的な法則のことは話さないで、具体的なものをどう解くかって話をしてるので、まあ、そういう話に、そのデカルトの符号規則が何のかかってかっていうことには立ち入りませんけども、一般論をなんかやっていきたい場合にはそういう話をすることがあるので、そういうことに興味がある場合は自分で調べてみてください。はい。じゃあ、また2分ぐらい休憩する前に、この次に何をやるのかってことを言いますね。この次にあるのは、今日の初めにやった、このユークリッドのアルゴリズムに出てくる、この、不等式の形をした全化式から、この GN の上階を与える、のオーダーを与えるってことを次にします。はい。では、2分ぐらい休憩して、それをやっていきましょう。じゃあ、また、タイマーをちょっとセットしますが。はい。じゃあ、2分休憩して、それをやっていきます。休憩中に質問があったら、コメントの方に流していただいても大丈夫ですし、一応、チャットも見てるので、チャットで質問してもらっても大丈夫です。はい、それでは時間なので再開しますね。休憩前に言ったようにやるのは、このユークリッドのアルゴリズムから出てきた全化式、まあ、不等式の形をした全化式から、この GN の上階のオーダーを見積もるってことをやるんですけども、まずですね、まずこの不等式が出てきてるっていうのはちょっと扱いにくいんですね。で、ちょっといろいろと真面目にやる必要も最後終的にはあるんですけども、まずは直感を与えましょう。で、その直感を探るために、これですね、この不等号を等号に置き換えた全化式を考えましょう。で、そうすると、全化式の格好としては、その下の方は GN、イコール2プラス G の、2分の N の起立点。まあ、こういう形になるわけですね。で、まあ、ちょっとこれをやってみましょうと。置き換えてみましょうと。で、もう一個。左辺の方は GN で、右辺の方に G が出てくるところでは、その数値は2分の N の起立点になってるんですよ。で、そうすると、その、
N、先ほどまでの全化式っていうのは、左辺にあった N が右辺で1減るとか2減るとか、そういうふうに引き算できてたんだけども、この全化式の場合は割り算で出てきているので、それもまたややこしいところなんですよね。で、この、割り切れる場合だけちょっと考えた方が考えやすいので、直感を得るためには考えやすいので、そういうことをやってみましょう。でつまり、N が2のべき乗の場合だけ考えましょうと。N が2の形状とかける場合だけ考えます。でそうすると、この2分の N っていうのは2の形式1乗になるから、考えやすくなるわけですね。でそうすると、何がわかるかっていうと、何かっていうと、K が0のとき、G の2の0乗っていうのが G1 になるわけです。で、G1 が何なのかってことはよくわかんないんだけども、この、式を見ると、統合にした式を見ると、これは2プラス、G の0って感じになって、で、G の0は1だから、これ3ということになりますね。これはこれですね。3ですね。うん。K が0の時には、この値はまあ3であるというふうに思うわけですね。で、そうじゃなかったら、K が1以上の時には、G の2の形状っていうのは、これ、まあ、イコールだと思うと、2プラス G の2の K-1 乗という形になるわけです。で、この、まあ、この書き方を、K を素位だと思って書き換えると、まあ、こんな感じになると。だからその、まあ、G の、素位が2の形状であるような場合だけを取り出して、GK' と書くと、まあ、ここにあるような全化式が得られることになります。で、これは、等差数列なので、まあ、簡単に解けるわけですね。で、まあ、簡単に解くと、k 以上、あ、0以上の自然数 k に対して gk プライムは 2k プラス3になるということになります。だから、gk プライムが 2k プラス3であって、gk プライムっていうのは g の 2k 乗だったわけですね。で、今この2の形状っていうのを n に戻すと、それはどういうことをやっていくことになるかっていうと、k をだいたいログ2の n と置き換えていることになるので、まあそのまま書くとこれは 2× ログ2の n プラス3と、まあこんな感じになるかなっていう直感が得られるんですね。だからおそらくこの gn っていうのは2ログ2 n プラス3ぐらいかなっていう、まあ気になるわけですね。それはここですね。つまり GN はだいたい2ログ2 n と書いてて。で、本来は、もともとの全化式っていうのは、まあ、不等号でしたし、n っていうのはその2の形状の形だけを取るとは限らないわけですね。だから、そこら辺はちょっと真面目にやる必要があるわけです。だけども、だいたい2ログ2 n ぐらいかなっていう気分を持って、機能法を考えます。で、機能法としては、こういう式を証明することになります。だいたい2ログ2 n なんだけども、この証明をうまく、できるようにするために、プラス3っていうのをつけています。まあ、こうするとうまくできるので、まあ、実際、証明しようとしてみると、まあ、このプラス3をつければうまくできるっていうのがわかります。先ほど言った通り、このプラス3っていうのは、この証明を考えた後で私が見つけた定数なので、別に皆さんが見つける定数がこれ3である必要もないですし、この前の部分にこれ2である必要はないです。だけども、まあ、こういうふうに置くとうまくいくということがわかります。で、これが証明できれば、GN のオーダーは、たかたかログ N ということがわかります。ですね。まあ、それがこの規則ですね。ですか。今からやるのは、この GN が3プラス2ログ2 N 以下であるということを、数学的機能法を使って証明するということです。そうすると、まあ、N が1のことが始まって、N が1のときには、ログ2 N これ0ですから、G1 が3以下であるということを証明すればよくって、それは先ほどと同じような計算をすればできます。ではここまでです。はい。まあ、ちょっとこの計算細かく見ませんが、先ほど同じようなことをやったので、それでできます。で、機能法を進めていきます。
これはですね、いわゆる累積機能法ってやつで、その、まあ、言葉はどうでもいいんですけど、その N 以下のすべての自然数 L に対して仮定が成り立つというふうにしているものです。任意の自然数 K を考えて、K 以下の自然数 L に対してこの不等式が成り立つと仮定します。でその時に K プラス1に対して不等式が成り立つということを証明します。いいですか？それどうする、どういうふうにやっていくか。まず、G、K プラス1っていうのは GN の定義から不等式で2プラス G の2分の K プラス1の切り捨て以下だということが言えます。これはその初めにあった不等式をそのまま使ったわけです。で、この2分の K プラス1の切り捨てっていうのは、これ K 以下なので、機能法の仮定が使えます。で、機能法の仮定を使うと、G の2分の K プラス1っていうのは、3プラス2かけるログ2の何とか、形で書けます。ここまでいいですか？これ、昨日この仮定使いましたね。だから、ちょっと注意しておくと、この、自然数 K に対して GK が何とか以下であることだけを仮定すると、この式得られません。昨日この仮定使いません。その K 以下の全ての自然数に対して仮定してるから、これ使います。いいですか？で、こちらこの後ろの部分、ログ何とか、これちょっと処理していきます。ログの中身は、2分の K プラス1の切り捨てなんですけども、この切り捨てをやめると、ログの値、これ単調増加しますから、不等式でやります。ですか？これログが単調増加だっていう性質使ってます。そうすると、このログの中身を2つに分けられます。ログっていうのは、まあ、定が何であっても、まあ、じゃあ2、2、2、ね、B 分の A だったら、これは、ログ2 A マイナスログ2 B と書けますから、こういうふうにその、中身分数になっていれば、それ書き換えて、バラバラにできます。そうしました。でそうすると、ログ2の2っていうのはこれ1です。それを、整理すると、この前の部分、これ3になります。そうすると、この右辺っていうのは証明したかった。式の右辺と等しくなって、証明終わります。ということになります。まあ、どちらかというと、このプラス3っていうのは、このうまい整理でちゃんと出てくるように、まあ、作っているということになりますね。これで、数学的機能法で証明すべきことを証明できましたから、元々の証明したかったことも証明できたということになります。ですね、上の方ですね。いいでしょうか？いいですか？よくわかんない。ですか？まあ、ただ、数学的機能法をやってるだけなので、ある意味では。だから、丁寧に見ていただければわかると思いますし、その先ほど言った通り、その、K 以下の任意の自然数に対して、まあ、仮定してるってことを使わないと、この機能法の仮定としてこれ出てきませんから、まあ、それはちょっと注意しなくてはいけない部分になります。はい。で、ここまでで、その全化式解く基礎編っていうのがおしまいになります。で、残りの時間10分ぐらいで、その次回の話につながる母関数っていうのは何なのかっていう話をします。だから、ここで話の流れとしては、来週の話にもなっているという感じになります。いいでしょうか？はい。次第に母関数とはもう定義からですけど、これ定義ですね。ちゃんと書いてあるけど、これ定義です。まあ、数学の中で一番重要なのは定義なので、字が汚い。もう一回書くと。なんか、あれなんですよね。この、画面に書くってことにまだ慣れてなくて、定義。ですけども、母関数とは、べき級数ですね。べき級数。べき級数で、何かっていうと、こういうものですね。その、an が、n 乗の項の係数になるような、級数です。で、まあ、これを母関数と言います。で、いろんな注意がここであります。いろんな注意がここであります。まずですね、数列は A0 から始まるとします。だから数列が0のところから始まるとします。今までの数列はですね、1から始まっていたりしたんですけども、この母関数考えるときには、
ゼロから始まるということにします。つまり、この力級数には、まあ、定数項があって、その定数項 A0 になっているわけですね。で、もう一個重要なのは、皆さん、この力級数っていうものに今まで、こう、慣れ親しんでると思うんですけども、まあ、こういうふうにですね、力級数書いたからといって、これがその、存在するかどうかってことは、また別問題なんですよね。つまり、収束しないかもしれない。で、これは大問題で、まあ、収束しなかったらですね、こう、まあ、この、これ書いたこれ何なんだってことになってしまって、いろいろとお話し困るんですよね。で、今日というか、この講義の話では、これが収束すると仮定します。仮定します。仮定するというか、その、まあ、収束するような数列しか扱いません。ただ収束しない例というのはたくさんあるわけです。収束しない例というのは。もちろん、皆さんよくご存知だと思いますし、例えばその組み合わせ論とかで出てくるような例だとすると、その、良くない。AM が L の階乗とかですね。N の階乗っていうのはその指数関数よりもすごく早く増加しますから、これ、収束しないですね。で、この困っちゃうし、AM の N 乗、AM が N の階乗とかっていうのはよくその、出てくるものなので、組み合わせ論で。で、そういうものに対しては、この母関数というのは、この形では考えないということになります。だから、その、なんだろうな、この母関数がうまく定義できる場合だけ考えるということにします。収束する場合だけ考えます。で、収束するので、と仮定しているので、今まで皆さんが勉強した、この力級数に関する知識が、この組み合わせ論に使えるようになります。素晴らしいですね。まあ、どのように使うのかってことは、今後の話かもしれませんけども、まあ、そこはあんまりこの講義では詳しくやりませんが、だからまあその微分積分とかですね、解析学とか複素関数の知識が使えるようになって、その、だからまあ組み合わせ論っていうのはある意味解析学であるという感じになってくるんですけども、まあ皆さんがですね、解析学のことをどれぐらい覚えてるのかよくわかんないので、まあその側面はあんまりこの講義では強調しないようにしていきたいと思います。まあ、とにかく、まあこの力級数は収束するので、いろんな、いい性質が成り立っていると思ってください。で、もう一個、注意があって、こういうその力級数はデジタル信号処理でもよく出てきて、それは Z 変換と呼ばれたりします。だからですね、この数列っていうのは、その信号処理の立場で言うと、添え字が時刻であって、各時刻にある値が得られているっていう、そういう、まあ、その、2、3時間における信号だというふうにも見なせるわけですね、数列っていうのは。でそう思ったときには、この力級数のことを Z 変換と呼んでます。なんで Z 変換というのかってことはよくわかんないんですけども、この今、ここで使っている X の N 乗っていう式の部分を大体、デジタル信号処理では Z の N 乗と書いたりします。まあ、複素数は Z で表すことが多いですからね。だから、まあ、Z 変換と呼ぶのかなという気はしますけども、だからその、デジタル信号処理でやってることと、基本的に同じことを今からやっていくんですけども、まあ、信号処理を我々やっぱりやるわけじゃないので、まあ、組み合わせ論的な話をしていきます、今から。で、じゃあですね、よくある数列に対して母関数が実際どういう形で書けるのかってことを見ていきましょう。例えばこれですね、ずっと1っていう数列、つまり任意の自然数 n に対して an が1であるような数列考えましょう。じゃあその母関数は何でしょうと言われたら、先ほどの母関数の定義に、その an に1入れてみると、これは x の n 乗の和になります。これ収束しますから、これ収束すると仮定してますから、そうするとこれは 1マイナス x 分の1と書けるということになります。これいいですか？これその等比級数ですね。ですか？だから真面目にやろうとすると、この X の、絶対値は1以下とかですね。やらないといけないんだけども、まあ、それも仮定してるんで、収録するとね、これ1マイナス X 分の1になります。いいですか？じゃあですね、別の母関数をやってみましょう。例えば、この AN が2の N 乗であるような数列の母関数なんでしょうと言われたら、これはその AN の部分が2の N 乗になるわけです。
で、この2の N 乗、X の N 乗っていう式があったら、これは 2X の N 乗に書き換えられます。書き換えますね。書き換えます。で、そうすると、これは、まあ、上の級数の X が 2X になってるだけですね。だからこれは 1-2X 分の1になります。よろしいでしょうか。同じように、AN っていうのが、R の N 乗、R がちょっとやるのかな。書いちゃった。この時、この、母関数っていうのは、1-RX 分の1になります。ですか？あ、書いてあった。しまった。すみません。R じゃなくて、あ、そうか、アルファですね。アルファの N 乗だったら、1-α 分、αx 分の1になります。はい。じゃあ、もう少し、ややこしい例見てみます。これは、いわゆる、なんだろうな。いわゆる、何もないですね。AN イコール N ですね。これどうでしょうと。AN の部分に N 入れました。そうすると、これ N の XN 乗になります。で、今から技巧的な試験形をしますけども、まあ、こういうのは、やるかもしれないですね。NX の N 乗っていうのは、何かというと、これは、X の N 乗を X で微分したものに X かけたものです。ですね。ここかな。X の N 乗の微分っていうのは、N かける X の N 乗ですから、ですね。これ成り立ちます。で、今、これ級数は、収束すると仮定してますから、これ微分の順序入れ替えられます。あ、その前に、X まで出しましたよね、前にね。X 前に出して、X 前に出して、微分の順序入れ替えます。微分と級数を取る順序入れ替えます。そうすると、X の N 乗の級数っていうのがここに出てきますけども、それは先ほどもう知ってました。これ 1-X 分の1です。ね。この級数は 1-X 分の1です。で、それを微分するわけですね。1-X 分の1で微分します。これ微分できますね。そうすると、1-X の2乗分の1というのが出てくるので、めでたく、この AN イコール N の場合の母関数も何だかわかるという感じになります。これいいですか？ちょっと、今早いかなって気がしてるんですけど。いいでしょうか。まあ、式変形してるだけなんですけども、はい。で、これが分かると、まあ、こんなのも分かります。例えば、その 3n プラス1っていう数列ですね。等差数列ですね。これの母関数何でしょうって言われたら、その an に 3n プラス1入れてあげると、まあ、これバラバラにしますね。バラバラっていうのは、その 3×n×x の n 乗の部分と、x の n 乗の部分と、こういうふうに分けてあげます。そうすると、この2つの級数が、何だったかってことは、今、すでに分かってます。それを代入してあげると、こうですね。3×1-x の2乗分の x と 1-x 分の1になります。まあ、これで、まあ、母関数分かったところになるんだけども、もう少し、まあ、整理してあげると、まあ、整理する必要ないかもしれませんけど、整理すると、まあ、こんな感じになります。まあ、最終的に。まあ、こう整理する必要ないかもしれませんが、1-x の2乗分の 2x プラス1という形で、まあ、コンパクトに書けるという感じになります。まあ、こんな感じで、まあ、いろんな母関数、いろんな数列の母関数はわかります。で、次回やるのは何かっていうと、この母関数を使って、数列の一般項、閉じた形っていうのがどのように導けるのかってことの話をします。っていうのが話の流れになっています。じゃ今日のまとめをすると、全化して解くっていう話と、上階をどのようにどう進むかって話をしました。で最後の10分ぐらいは母関数の話をして、数列からその母関数を導出するっていう話をしました。次回はその逆で、母関数から数列を導出するっていう、その、なんかいわゆるですね、逆変換ですね、みたいなことをするっていう話になります。はい。で、これで今日の講義は終わりになります。